って魔王のそれに耐えきれない。ああ 50%5 割で負ける。これ多分決勝だぞ。見つけ、ああ大魔王降臨、プリーズマもうチャンス。シドウに勝てればね、もうあんだけいつも苦戦するシドウにプラチナキングや勝てたらもう大金星だと思うんですよ。あると思います。キングブ笑ってモデルもんな。キングブラスターで一応まあ 爆発弱点は取れるから、まあ打点は大丈夫じゃない、まあ、当たればね。みんな大好きプラチナキングシドウに挑みます。まあきついでしょうな、暗黒に弱いんだもん。てかよくラプソン何も食らわなかったな。ただただ遊ばれとったけどね。叫び、おお遊ぶね。遊びますね、ちょっとシドウさん。てか大魔王がね、今回接待してくれてるから。で、合体モードの厳しいところって、こうやって大魔王を召喚した時に、勇気が全然足らないことなんですよね。光の玉とか使わんと、本当にダメ。もうワンチャン、なんか削り切った方が早いんじゃないかって思うぐらい。打点は足りてるね。普通に余裕で足りるわ。おー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 、シドウに遊ばれております。今のところね、シドウにね、遊ばれております。プラチナキング、シドウに遊ばれています。地獄の豪華ゲーですかね。まあ、プラチナキングのね、超合金星のね、おぉ、なんだこれ。ちょ待って、でも勇気全然足んないな。光の玉使わないとダメだね。マジで勇気たまらん。だって、3ターンで半分でしょ？使わんと絶対たまらんべや。でもこれ5ターン目まで伸ばしたら、一手使うと、あれまた？いや、また?5 ターン目まで伸ばしたら一手使うと飛んでくるんだけど、そういや。特にプラチナキング早いからね。そういうことになりがちだな。大丈夫か？おい！大丈夫か？邪神の剛剣！おお！おお、危なー！危なし！外れた！おおおお、ひでえなこりゃ！ひでえなこりゃ！うん、こんなひでえな、おい！あれ？でもワンチャンあるんじゃねえか？これ、地獄スパーク引けば勝てるってこと？ジゴスパークを引けばこれ勝てるな。ジゴスパークを引けば勝ち。いてつか波動でしょんぼりか。まあ今のところ理想行動を引いてるからね、シドウのね。うん。え？え？ちょっと俺も今この状況がわかんない。なんで勝ったの？なんで勝てた今。ちょっと待って、これなんか、すごい色々と奇跡起こってんだよな。うん、これだけでも奇跡なのでは？ただし、ここに勝てるとは一言も言ってない。ねえ。なんで、よく行けたよね。もうこれ無理だよ。ただ、今までの傾向を見るに、その粉砕されないね。いつも、正直僕の脳内では、一撃で粉砕されて、あーって言おうとしてたんですよ。ただ、ラプソンしっかり、シドウしっかり、サービス行動がすごく多いおかげで、なんか、相手がプラチナキングだからって、ちょっとなんか手抜いてんのかな。なんか理想行動を引きまくってるし、プラキンもちょっとなんか、今回ちょっとプラキンなんかさ、頑張ってない？なんか、ちょっと応援したくなってきたよ、ここに来ると。いけるぞ本当に。ワンタンじゃねえか。で、キングブラスターは効かないからね。さあ、大丈夫かなプラチナキング。いや、破壊の時は白目より弱いから大丈夫。耐えれます。そりゃそうだわさ。無理だわさ。いやい。勝負！いや落ち着け。大魔王は一撃の攻撃力が高すぎるんですよ。だから適正ではない。つまり
対人バトルロードでプラチナキングの強さを証明できるゲームかもしれんということでね、あのこれは紹介動画ではほとんどやってなかったんでね、今からちょっとこれねフルでお見せしていきたいと思います。皆さんはもうお気づきだと思うんですけど、プラチナキングの弱い点をまず簡単にまず一つ挙げます。多分お気づきだと思うんですよ、対人バトルロードでまず何が飛んでくるかって話なんですよ。というわけでね、まず 2P はそれを打とうと思います。ポチあの、わかるじゃないですか。998しかないんですよ。で、このゲームのダメージ SP というのはメタルを基本的に貫通します。何が起こるかというと、ギガスラッシュが飛んできます。はーい、よいしょって。あー、はい。HP のね、半分がここで削られます。ここでね、HP の半分が削られることになります。さあ、ここからプラチナキングがね、プラチナかった。回転数が上がっていく。勢いそのままに、よいしょ、よしよく言ったな。会心はとりあえず出るからね、まあ。さあ、回転数が上がっていく。勢いそのままに引き裂いていく。プラチナキャッター、せーの。はい、おー、いいぞ、おー、嘘でしょ。あるか。あるんじゃね？こっちもギガ、ね、ギガデイン使ってさ、こっちもネビラ使って先制すれば、このターンを耐えます、まず。このターンを耐えなくてはいけませんね、ただ。ワンチャンあるんじゃねえか？え、ワンチャンあるか、本当に。あるなぁ。いつもヒヤヒヤだけどね。いけるか。頑張れ頑張れ。ここ、ここ。よし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 。ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある。さあ、2ターン目でね、もう2ターン目で勝負。あ、間違えた？間違えた！ポチって言った。開始2回出せばいいから。会心2回出せば。会心2回出しますんで大丈夫です。見ててくださいよ。46。あ46。弱いな。頑張れ。よし。あー、グランドデビル使えばよかった。グランドデビル使えばよかった。避けて、避けて、避けて。俺のガバをなかったことに。よし。俺のガバをなかったことにしてくれ。今からお前ら、俺のガバをなかったことにしてくれ。これ勝ったじゃん。え、勝ってたんだ、もしかして。おお、いけんじゃねえかな。ねえねえ、いけんじゃない、これもしかして。え、プラチナキングもしかしていけます。頑張れ、避けろ、避けろ。おお、すげえ。皆さん見ましたか、プラチナカッター3回回心。今その奇跡が、今その悲願がいざ叶えたり、宇宙のバケツグランドデビル、イエーイ。なんで勝ったの、なんで勝てた、奇跡の一生を遂げたプラチナキング。いや、まさか勝てるとは思わなかったけど、いや、まさか勝てるとは思わなかったよ。本当に勝てると思わなかった。さあ、そう、調子に乗ったプラチナキングね、さらに次なるネクストステージナウ行きましょう。ネクストステージナウ、君にはもっと高みへ行ける。まだお前はそんなもんじゃない。まだまだいける。ねえ。あの、25% の回避数ポコポコ避けて、プラチナカッターで一応回心はまあ出やすいんで、素早さ高いおかげで。それでガンガンいけばね、逆転のチャンスもあると。てか、よく逆転したなと思うんですけどね、僕は。で、グランドエリア打った後に、素早さが128の関係上ね、先制しやすいのもあったね。よいしょ！あー、ひでえな、これ。ドラゴンキッズは回心なかったら301か。まあ、ただ、このプラチナカッターで引き裂いてけ！英雄！お前も英雄だ！なんでお前そんな出んの？あ、これラッキー。これラッキーだね。まあ、デインは食らわないから、さすがに。ここは食らわない。ワンチャンあるか。さあ、ここ全員来るぞ。まあまあ、メタルハンターにか、おおちょっと待って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 。なんだこれ。すげえ頑張ってんじゃん。すげえ頑張ってるぞ。うん。あー、ここくらいか。まあ仕方ない。まだ。まあまだ大丈夫。うわー、マジかはぁ、マジか。グランドネビラ。ネビラ使ったら、まあ打点ドカって出るから、そっからプラチナカッター、プラチナカッターで。え、プラチナキング意外とやれるじゃん。やれないんだよ。なんかさ、皆さんちょっとこの動画に勘違いしてるんじゃないかな。てか、多分、類まれなるプラチナキングの、その快進撃を広げた回みたいになってるよ、今回は。ちょっと。いや、ちょっとここ、やばいな。こいつやばいな。おー、やばいな。おー、やばいな。こうなるんだよね。少し前は申しました通りですね、
プラチナキングというのは暗黒に弱いです。よりにもよって暗黒に弱いです。というわけでね、登場ナイトリッチ出ました、ナイトリッチの登場ですもうきついもん。なんか全てにおいてきつくない？なんかこれ紹介動画でもやった気がするわ。てかこの光景、はい、紹介動画をね リプレイをまるで再生してるかのようなね光景になるかもしれません。でもそのリプレイを今からね取り返すかもしれません、プラチナキングがね。さあ暗黒に弱いから、今までよりまあね打点が取られてしまう。そんな中プラチナキングがどんだけ頑張るか。いやー、なんか回心数下がってきたね。ちょっと何、切れ味落ちてきた、研いだ方がいいんじゃない。さあ、いや暗黒ブレス、暗闇の霧。おお皆さん、悲しいお知らせが、皆様に悲しいお知らせがあります。ですね、ギガスラッシュで死にますもん。皆さん、この時点で分かりますね。ギガスラッシュで死ぬことが確定しております。ナイトメアソードどんだけ食らうのよ。おー、ゼロダメージ。避ければいいですからね。避けたところでですけどね。皆さん、もうこうなると天使の歌しかないんですよ。こっちには。天使の歌の方が確かに適任かもね。500回復するもんね。よくよく考えたら500回復するんだから、さっきのラビエルなんかよりよっぽどこっちの方がええわ。さあこっからですよプラチナキング意地を見せてくれ。十分初めのなんか初めの一戦が奇跡みたいなもんだったけどな初めの一戦奇跡だろ。つうかさあ怪しい影の暗闇の霧で、死にます。逆を言えばそれさえ食らわなければなんとかなるかもしれません。皆さんに信じましょう、プラチナキングを信じよう。なんで避けてんのあいつ、あれ、避けます、ピロリかも、ピロリ、よしガッツポーズしたわ。おお大丈夫か大丈夫か。でもプラチナキングは今日はねめちゃくちゃ避けてるもん。この動画補正かかってるかもしれ、あれ、まさか、いやメーダなんか、メーダの攻撃力いくつや思ってんね。余裕ですよ余裕ですよ余裕ですよ。チアの攻撃に対してはね全体的に体勢がいってるからね、ボンファイターも大丈夫。危なー、危なし、あれあれあれ、破壊の旅はまずいような気がしてきたな。大丈夫かな、僕たちは大丈夫、なんか破壊の旅は白目より弱いから大丈夫になってた。大丈夫かな、いやそりゃそうなわさ、無理だわさ